出たみたいね。ご苦労様。ああ。の組織の仇討ちか。相手になるぞ。綺麗なお姉様。あ、なんだお前じゃねえか。生きてたのか。モンキー・ディ・ルフィ、あなた私に何をしたか忘れてないわよね。何って。おいルフィてめえ、綺麗なお姉さんに何しやがったんだよ。おいお前嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任取ってね。意味わかんねえやつだな。どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。はあ。死を望む私をあなたは生かした。それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もないの。だからこの船に置いて。なんだそうか。そりゃしょうがねえな。いいぞ。心配すんなって、こいつは悪いやつじゃねえから。何か降ってき人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実である。空からガレオン星？まさか空島から。突如空からガレオン船が落ちてきたことに加え、ログポースが上空を指す海事に見舞われた麦わらの一部。この空のどこかに島がある。そう結論付けたルフィたちは情報を得るためにジャヤ島に上陸、モックタウンへと入った。しかしそこは無法者たちが闊歩する町だった。へえ、おめえが3000万の首か。なんだ何の真似だ下っ端。その質問にはお前が答える。よし、覚悟できてんだなお前。待って、まだこの町で何も聞き出してないのよ。ねえ、私たち空島へ行きたいの。何か知ってることはない？呆れたぜ。おめえをテストして新時代のクルーに加えてやろうと思ったのに、とんだ妄想野郎だ。空に島があるって、そういう嫁追いのバカを見てると俺は虫唾が走るんだ。ゾロ、この喧嘩は絶対買うな。さっさと失せろ。命があるうちにな。ザコども、空島はあるぜ。あんた、あいつらの言う新時代ってのはクソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって。ええおい、ぜはははは。人の夢は終わらねえ。そうだろう、笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。ぜははははは。ルフィ、行きましょう。空島の情報を得るためジャヤ島に上陸した一味だったが、無法者の町モックタウンでは何の手がかりも得られなかった。しかしロビンが一つの情報をもたらす。島の外れに夢を語り町を追われたはみ出し者が住んでいるというのである。その男の名はモンブラン・クリケット。絵本「嘘つきノーランド」で黄金鏡を見たと嘘をついて処刑された主人公モンブラン・ローランドの子孫だった。先祖の汚名を注ぐため黄金鏡を探していたクリケットは、空島を目指すルフィたちを夢を追う同志と認めて協力を約束する。空島へ行く唯一の手段はノックアップストリームに乗ること。そのためには長い航海で傷ついたゴーイングメリー号の修繕が必要だった。クリケットにメリー号を任せ、ルフィたちは航海の準備に出かける。そこにルフィたちと入れ違いに現れたのはモックタウンにいた海賊ベラミーだった。ベラミーはクリケットから金塊を奪い去る。その金塊はクリケットが長年の苦労の末にようやく見つけた黄金鏡の実在を示す唯一の証だった。クリケットの元に戻ったルフィたちはベラミーの非情な行いに激怒。空島へ出航する前に金塊を取り戻すことを決意するのだった。街は広い。誰かが聞くのは早いじゃないか。なあ、あいつら衝撃中かもしれねえ。仲間を呼んでこい。名もなく海賊と思われた。少し脅かしてみる。間がない。ベラビーの居場所を教えてくれるかしら。てめえら、あの嘘つき野郎の限界を取り返しに来たのか。あの嘘つきノーランドの子孫のよ。嘘つきノーランド、詳しく聞かせてもらえる？知らねえのか。モンブランノーランドって探検家の話だ。山のような黄金を見たってノーランドの話を信じた王様が後悔に出たはいいが、たどり着いた先は何もないジャングルさ。怒った王様はノーランドを嘘つきの罪で、そうだ、山のような黄金を、そんな嘘つき野郎の子孫のためにそれこちらの船長さん。知らねえよ。本当に知らないみたい。おう、昼間の軟弱一味と全然違うじゃねえか。仲間を集めろ。昼間の奴らが来てるぞ。懲りねえ連中だ。叩きのめしてやれ。街のどこかだ。それ以上は知らねえんだ。何なんだあいつ。昼間は何もできねえ臆病野郎だったってのに。おい、この手配書を見ろ。あいつじゃねえのかい。額は1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。1億！騒がしい奴らだな。何の話だよ。ベラミー、あんたすぐ逃げた方がいいぜ。殺されるぞ。昼間のあいつ、1億の賞金首だ。あんたより懸賞金が上なんだよ、ベラミー。バカどもがこんな紙切れに怯えやがって。当人の世はてめえの手配書を偽造してはったりかましてるだけ。ビビらせやがって。確かに聞いたこともねえ一味だぜ。相手は昼間のケボ野郎どもだ。何も怖がることはねえ。やっちまえ。あいつらやっぱり強えぞ。ベラミンに報告だ。1億、あの覇気で3000万はねえと思ったが、ここまでとは。どうすんだよ船長。探してたのは1億を超えるくてめえの1億のく空島へ行く気だろう。島を出られると面倒だな。任せろ船長。奴らの船をぶっ壊しときゃどこにも行けねえ。何あいつ、変なのが船を狙ってるわ。チャンスはまだいくらでもある。あの人たちまた会うことになりそう。今はそれどころじゃねえよ。ベラミーから金塊を奪い返さねえと。臆病者が俺のいねえところで息が出やがるな。聞いたぜ。昼間みてえに怯えて突っ立ってても、俺のことは他人が苦労の末に手に入れた宝ってな。人が俺をなんて呼ぶか教えてやろう。無名のバカに見物なんざもったいねえ。やっちまえ。麦わらとやつらの船を狙え。三刀流王子の三世界。この感覚を三刀流ゴムゴムのキャノンボンドフォー。しねえだったな。いいぜ、蹴りをつけてやるから来いよ。てめえみてえな腰の毛に何ができる。お前に勝って金塊を取り戻す。俺に勝つんだ。生意気な口が聞けねえようにしてやる。お前、パンチの打ち方を知ってんのか。一瞬で片付けてやるよ。スプリングホッパー。あのじじいもおめえらと同類だな。400年前の先祖のホラを信じ続ける生粋のバカ一族だ。何が黄金鏡、何が空島、夢見る時代は終わったんだ。海賊の恥さらしども。パンチの打ち方を知ってるかってね。上がれよ麦わら。冗談よせよベラミー、お前は5500万の大型ルーキーだぜ。やっぱり本物なんだ。ベラミーがやられた。教えてくれた場所に近いはずよ。ひし形のおっさんが言ってた通り、不思議雲が出てきたな。航海士さん、ロックコースはどう？ずっとあの雲を指してる。引き返そうルフィ。空島なんて夢のまた夢だ。そうだよな、夢のまた夢の島。こんな大冒険逃したら一生後悔すんぞ。来たぞ、船体にしがみつけ。よーし、これで空まで行けるぞ。行けベリー。帆を張って今すぐ。え、これはただの水柱なんかじゃない。立ち上る海流なの。そして下から吹く風は地熱と蒸気の爆発によって生まれた上昇気流。相手が風と海なら航海してみせる。この船の航海士は誰？ナミさんです。うおー、野郎ども、すぐにナミさんの言う通りに。おお、資源から風を受けて舵は取り舵。船体を海流に合わせて。イエスー。水から船が離れそうだ。落ちるぞナミ、なんとかしろ。いける。